東大英語のコツって動画出してほしいって話があったんでやりますけど、東大英語に関しては実は英語の試験というか日本語の試験です。実は日本語が特に訳すときとか日本語が正確に書けないとダメです。東大英語は英語の試験ありません。実は日本語の試験です。あれ日本語がしっかり要するに英語がどうとかじゃなくて日本語が正確に書けないと、日本語がしっかりした日本語じゃないと意味ないです。あれに関してはそういう感じはおしまい。